おい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 、ポンデリング食ってる場合じゃねえ、お前回転してんじゃねえかよ。行きましょう行きましょう。売れなかったらどうすん、なんだっけ、そうだディスクアップ、ディスクアップ、はい、そうだ。須賀川、2日目の朝だよ。おはようございます。ロカスロコー早い、ここ越えて凱旋派ですか、ガッチリ待ってたよ、埋まってました、埋まってた、間違えたんじゃねえ、これもう遅いです。まあそうね、空いてないからね。じゃあどこにしましょう。どうしましょうか。ここだといろんな組み合わせなんですよ。はい、バーサスディスカップバーサス、はい、ディスカップバーサスディスカップ。あとあこれもあるね。ディスカップサンダーディスカップありますね。いいねいいね。でもトニーにはやっぱディスカップ打ってほしいんですよ。はい。だからディスクアップなんちゃらディスクアップだね。はい、だってこれでも悪くないでしょ。そうですね、連日悪くないじゃん。3日間ともそうですね、プラマイゼロぐらい。うん、これいいよ。はい、どっち、そしたら僕こっちでいいですか。はい、おはようございます。どうでした昨日の夜は。昨日は歌いましたね。コネクト歌いました。トニーさんはコネクト、あと何歌いましたっけ、はい、あとやっぱラップですね。あ、ラップ細かったラップ。いや人って、はい、俺一つぐらい長所あるんだって気づきましたよ。よかったですか。すごい、めちゃめちゃ上手かった。本当ですか。あ、それありがとうございます。だって、はい、歌い慣れてるわけじゃないでしょ、あの桜とか。全然ですね。でしょ、はい、あれだけでいいけど、俺今まで初めてですよ。ラップいいっていう。あ、もう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 いつでも。あんな上手い人は、はい、いないないない。いつでも言っていただければもういきますんで。カリウッドマークラップもう言いかせていただきますんで。じゃあもう宴会部長みたいな感じで。任せてください。就任。はい。で青山さんも、はい、ちゃんと歌って、はい、何歌いましたか。何歌いました。糸。はい、糸歌いましたね。はい、縦の糸はトニー、トニー、うん、横の糸は私、歌ってましたね、はい、もう、 うまそうに飲んだよ。縦の糸はトニーって言われた時カーッて飲んでましたよ。今年一位うまかったです。ありがとうございます。というわけでさあ楽しい夜を過ごしました。本番ですよ、笑ってる場合ですよ、はい、大丈夫ですか。台自体はね、はい、いいのは取れたんじゃないですか。いやいや、ハーデスとかでガーッて待ってたよ、はい、朝結構並んでて、ね、みんなそこに行ったんですよね、はい、絆、凱旋、ハーデスあたりにみんな行って、ただ設定変更している形跡はディスクアップには見えてるんで、はい、見えてるっていうことは上げてきてる可能性はありますよね。ってことはお宝代が眠ってるかな。そうだよね、ディスクアップって設定変更する理由がないわけでしょ、はい、そうなんですよ。基本もう1でもう 103% あるのでほったらかしでいいはずなんですけど、変えてるっていうことはあるんじゃないですか。これはこれは勝利の匂いがする。おい、酔っ払ってんのか。酔っ払ってないです。というわけで、ディスコアップでバーサスでディスコアップっていう、はい、そのバラエティのところに行きました、はい、なんですけど、まあ大丈夫っすよね、ディスコアップだったら。ビッグ次第なんですけど、うん、まあでも基本的には普通に弾ければ大丈夫です。大丈夫。はい。なんでまあそんな心配しないですよ。まあいざとなったらまあ代表して、はい、勝ちに行くっていう感じなんですけど、はい、まあ戦略はもうバッチリです。台もバッチリです。さあもう一個なんでしたっけ？カスタミスよの。せーの、パチロモです。ですね。はい。もう一気にバタバタしくなりましたね。番組のこのテイストが。というわけで今日に関しては、はい、マイデータを、はい、マイデータをスタートして、で最後にピット取って、でパチオモにあげるというわけで頑張っていきますか。行きましょう、はい。この番組は旅嫌いの木村魚拓があえて旅打ちに挑み、なぜか勝率8割にこだわる目的がよくわからない番組である。マイデータを取る場合はまずはホール機器のマイデータを開始しよう。やめる際にパチロボで QR を読み込んでマイデータを回収しよう。あの今のと違って、これだけ覚えて、最初に戻る押しが一回パッと押してください、はい、
で、その状態で最初に戻る長押しです。長押し、はい、同じボタンを。そうすると前出た、はい、実践開始だよ。いろいろ自信ないんですけど、邪魔にならないよう、迷惑をかけないよう、昨日の分を取り返せるように頑張ります。いやでも正直やっちゃったかもしれないですね。今外線見てきたんですけど、あ、相当入ってますね、状況いいですね。もう回転して本当に10分20分で半分ぐらい当たってましたからね。よし、昨日と同じ感じでイメージを持っていきましょう。発展はしますね。むしろ発展しなければその時点でチェリーと同時成立。あ、1個目が矢印なんで上は矢印止まりますね。あ、チャンス、チャンス、同時成立のチャンス。さあ右リール青7ビタ押し、あるあるぞ、あるぞ、ある、この停止系はある。いったー、当たりました。はおいおい、なんか寝ぼけたこと言ってんぞお前。あそこ調べて当たりましたとかなんかわけわかんないこと言ってんじゃん。そうなんですか。なんで当たりました。チェリーと同時成立してる。そのディスクアップって木村さんにこう、木村さん出ましたよみたいな、熱い演出出ましたよみたいなのがなくて当たるんですよ。しれっと当たる、しれっと当たる、それがいいところで。今チェリーと同時成立したんですけど、ここでレギュラーとレギュラーが出てくれば設定差が大きいところですね。おー、なるほど。設定差の大きいところ、設定差が大きいところは行きました。すごい、だけど俺ら掴もうとしてるのは高設定じゃねえからよ、勝利だからよ、はい、ビッグの方が嬉しいんだよ。バカで良かったじゃねえんだよ、バカあるのか。そう、あのこの世の中にバカでセーフとかねえからよ、はい、PT 今ビッグなんだよ。もちろんそう、この出玉からです。この出玉を持ってビッグをつなげていきたいと思います。はい、でも早いね。はい、早いです。2000円ですね。2000円で当たりました。さすが大選びも上手い。2000円で当たりました。一番乗りはトニー。怪しいなって思った目が出たら全部聞け。はい、怪しくね。これ怪しくない。大山、大山、大山型リプレイ入ってます。これリーチ目じゃん。なんか消灯とか絡みました。ないないと違いますね。木村さん、いやいや一回聞けよ。リプレイの大山はありますか。はい、リプレイの大山、リプレイの大山型は別に外れて出ますね。外れて出るんで、でこうやって勉強していけばいい。はい、いや本当あのね、いつもみたいなファストロ打つなよ。1枚のお前な、はい、ボーナスタッチがお前1ゲームでも早くね、成立ゲームで知るんだよ。分かりました。怪しいと思って全部聞けよ。分かりました。もう聞いてください。おいおい、またね、リプレイの大山で、リプレイの大山が出ました。だから外れだっつうの。成立ゲームでボーナス察知、今日のミッションは難しいな。青山さん初打ちなんですか。初打ちなの。いや何回か打ったことありますよ。何回か打ったことはある。何回か打ってて、あのレベルなんですか。ねえ、それをさ、はい、俺に言わねえでくれよ。なあ、え、伝言ゲーム、じゃあ伝えます。青山さん、何回か打ってんですよね。何回か打っててそのレベルなんですかって。いや、でも全部聞けって言われたからさ、私も別にリプレイの大山とかそんなのにこんな足踏みしたくないと思ってましたよ。でも、そうやって勉強したことないでしょ。そう、だから知らないのを知らないままでいた。甘やかされてんだよ、こいつは。そうです、本当そうだと思います。お前、成立ゲーム見逃したら、本当罰ゲームだからな。わかりました。厳しい罰が待ってるから。はい、お願いします。今日は教えていただく気持ちで任せてください。受け中な木村さん、もうそれはない、ないです。リプレイが揃ってるんで。ああ、そうなんだ。
木村さんバーサス打ったことありますよね。結構まあ何回かあります。結構打ったことありますよね。あ、そう、はい、何回も打っててそのレベルなんですか。俺も言われた。おい、千葉で雑誌の戦いになったぞ。おー、なあ、みんな違う。マガジン、はい、ガイド、必勝本、よいしょ、はい、絶対負けねえからよ、はい、なあ、負けないです、負けないです。あ、バカにされてっからよ、絶対負けねえぞ。見してやるよ。やってやんねえわ。これはこれは外れたらビッグ、9枚役が外れたらビッグ。外してる、やるから見とけやトニー。絶対外れないから、それそれは外れない。いきますよ。すいません、すいませんでした。そろそろみんな本気で打とうか。あー強いな、強音楽第一で、強音楽スイカ太陽。当たった、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 当たりました。二角です。あ、これ二角なの。これ二角ですね。基本ここからもう9枚揃わないんで。リーチ目出ました、リーチ目出ました。73ゲーム、あとはビッグですよね。ビッグ、ビッグ、ビッグですね。バケだったらコーヒー買ってこいよ、ね、あの、はい、バケの可能性あります。コーヒー何がいいですかね。当ててるのに。サップサップ、あの、テンションが、はい、お、当たり、当たり、当たり、本当？しかもバー狙えばいいですか。バーを上段付近狙ってて2コマ以上滑ってると、それも多分青ビッグ確定だと思いますよ。やったー、ビタ押しの腕前は。いや、すごい緊張しちゃう、どうしよう。いや、あの、命まで取られるわけじゃないんで。まあ、大丈夫です。うまくないって分かってると思う。すげえうまいって言ってるわけじゃないんで。ただ分かってるよな、お前失敗したらこの野郎。 C じゃねえんだよ。頑張るから、頑張る、ちょっと待って。怒るのはちょっと待って。おー、危なっ。おお、怖い。うまいね、うまいね。おいおい、ベイベイ、うまい、うまいですね、うまいですね。うまい、今日は珍しく調子がいい。これならトニーも安心ね。ポンプスタート、あのパターンは通常パターンですね。あ、で、この次超えれば当たりです。ダメでした。いや、でもほぼ1回目だよ。 で、ね、で、しかも3、あんな負けようがないじゃん。すごいですね。大丈夫、大丈夫、大丈夫ですか。ああ、ありがとうございます。いや、もう本当びっくりしました。てめえ何やってんだろうな、お前。おい、おい、今レギュラーが2回ざめんな、ほら、はい、木村って当てたっけ。おお、レギュラーから終わり。309枚。滑り4予告が来ました。行っちゃいましょうか、行っちゃいましょうか。星リップ、星いけ、そのまま止まれば1角。最高、最高、すげえいい出目出ちゃった。これ特殊リプレートの同時成立、あ、すごい、めっちゃ綺麗。ただレギュラーあるんですよ。
どうした木村さん一角出ました。星リップ星で出ました。綺麗だね。いやいやすごいですね。あいい出目ですよね。あのレギュラーもあるんですけど、ただただビッグビッグですよ。レギュラーだったらコーヒーだからな。よしビッグビッグビッグ青ビッグ青ビッグ青ビッグ。よしよしよし120ゲームやりました。これ本当に設定あるんじゃない？いやな ありそうですよ、ね、はい悪くないです。いけるぜこれ。すごい。だ俺の分もカバーしてくれ。俺も通うそうだからバーサスだから俺一応頑張って頑張ります。何してんの？これ押して子がつけばダンスタイム確定なんで、いいですか？いきます。何やってんだおめえらよ。ダメですダメです。本当によ。239枚 ART38 ゲーム消化。おーいい。あった当たりました。すごいね。80ゲームバービックです。おい当たりましたよ。順調順調すごい。1回ミスしました。39ゲーム頼むよ。普通のパターンだな普通のパターンだな。そろそろ入れようよ。ここ入れましょう。誰も入れないもん。そうですね。これを超えればダメです。ダメでした。クリなら 100% なのにね。ラスト39ゲーム消化して250枚です。これ俺ら広告ってトニーを起点にして広告って手もあるじゃん。スタップスタップじゃねえんだもん。はい、いやこれはもういいじゃん、はい、この台は、はい、ここを起点にしてこっちで動こうかって話をしたんだけど俺と。はい、いやいいんじゃないですか。いいと思います。攻略軍団軽いな。強ラジカセですね。バーを下段。あれいやこれあるなあるなあるな。この時点であるな。強ラジカセはリプレイには対応してないよね。ないよね。ないよね。特殊リプレイですね。特リプ86ゲーム当たり。マジでマジでやめろマジでやめろ。レギュラーボーナス87ゲーム。いやゴッドやべえよ。おっしゃー。おいおいお前何やってんだ。お前バケイだったよこれな。はいおいはい。おいお前それなんだこれ。おいどれですか係長。どれですか。いやこれだよこれ。これですか。何やってんだお前。これ係長お前これアイコスです。さあ分かる俺バカじゃないんだよ、はい、知ってる余裕があるのかって話だよ。いや今木村さんがいない間にすごいいい出目が見れたんですよ。すごいのが見れちゃったんで、あこれは最高だあ言っちゃったんですよ。そういうことね。じゃあ仕方ないね。おっと演出8点チェリーから。おー当たりプレミアム出ましたよ。初めて見た。14のビッグ確定です。いやいいですね。いいの見れた。音も重要ですもんね。ビッグです。
青です。22ゲームすごいね。2桁でずっと引いてんでしょ。すごい引いて、ずっと2桁で引いてますね。はい、係長はいい感じ。おお、さあ30ゲームで綺麗な目が出ました。レギュラー30ゲームです。さあ入れよう、ここは入れよう。ダンスタイムから通常パターンだな。通常パターン、うわダメだ、入んなかったです。何回連続よ。3連続じゃん。今3連続ですね。3連続50パーのところスルーしてますね。なかなか入らないね。終了、30ゲーム241枚。チャチャチャでチェリーでどうなんだろう。トニーさん、どうした。第三停止まで音鳴ってチェリーはどうですか。それで連続演出発展したんで、次のゲームで当たってるかどうかっていう。お、ありますよ、外れれば。残念。おお、よしよしよし、払いました、よかった。1万と1000円。バケイタ死刑だぞお前。死刑、死刑だよ、死刑だよ。飛びましたね。ビッグ引きますよ。ビッグビッグパー。あ、チェリーはビッグなんですよ。ビッグボーナンス、ビッグ、はい、オッケー。2回目のビッグに挑みます。うまい、うまい、うまいですね、うまいですね。おい、ごめんなさい、遅かった。いや、もうダメです、もうダメだ。 まずい感じになった、ね、もうちょっと序盤でダメになっちゃったら、もう典型的な、もう本当にダメダメパターンですよね。もういい、どけ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 。おお、ハンバーガー、ロントリオ、すいません、お願いします。たかだか見倒しで、おお、早い。さあ、おお、ほらほら、さあ何歳見えろ、ほら。よし、次越えろ。あ、行った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 。 OK OK、 ここからここから。ありがとうございます。シンディ、あ、ありがとうございます。いただきます。木村さん、あ、はい、ありがとうございます。大丈夫、頑張ったよ。トニーさんになった。はい、トニーさん、パチスロ攻略マガジン見てらっしゃらない感じですかね。なんかもう昨日からずっとあのパチスロ攻略マガジン見てない感じが。いや、そんなことない、そんなことないよ。そんなことないですか。そんなことないよ。そんなことないですか。うん、いや、ほら、飲んでるし。え、いただきます。いや、なんか昨日の夜もパチスロ攻略、あれみたいな。いや、知らないですけど、誰ですかみたいな感じだったんで、ちょっと心に傷を負ってるんですけど今。こっからじゃん。こっからですよね。当たり前じゃん。そうですよね。今日からね。そうですよね。当たり前。今日でみんなに知ってもらえばいい。そうですよね。今日日の当たり場所に出れるんですもんね。そうですよね。頑張れ係長。これは？当たり？
定。当たりです、当たりです。当たりあって。やった。よし。ビッグ。ビッグビッグビッグ。移動大正解だね。はい。ありがとうございます。いや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 。あ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。すいません。39ゲームチャンス、スイカが揃わなければってやつですね。おお当たったやった、早い。31ゲーム当たりました。すごいね。はい、木村さんが移動を提案してくれたおかげです。掴んだ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 。おー、いいね。やった嬉しい。なんでよー、ちょっと待って、おい、なんか言いたいことありそうだな、おい。いや、聞くよ。いや、なんかすごいすごい、こう青山さんとかにバーンとか言ったり、僕にバーンとか言ったりするんですけど、木村さんまだビッグ一回も引いてないなと思ってそうですよね。なんか僕らすごい言われてますけど、木村さんビッグまだ一回も引いてないですよね。え、マジですか。引いてないですよ。あれ、レギュラー、レギュラー2回ですよ。しかも なんか喉乾いたな。なね、おい、言いてえことあんな、はっきり言え。なんだよ、おい、なんだよ。いや、おいみたいな感じで言ってたんですけど、木村さんやっぱビッグ引いてないなと思って。いや、お母さんおっしゃる、ビッグモンがこうなっちゃったでも次はビッグかもしれないし。ビッグモン頑張って。まずいっすね、非常にまずいっすね、はい。え、何で笑ってんすか。私はやっとなんかちょっと温まってきたんですけど。え、プラスですか今。プラスになります、もう。え、マジ、はい。え、今650枚ぐらいやるんで。もしか、じゃあ今でちょいプラぐらい、まあ、そうですね、トントン、はい、トントンがちょいプラぐらい。俺は2万です。え、2万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 2万。僕ちょいマイナスぐらい。え、マイナスなの今ちょっと。それはびっくり。あれすごい出てましたよね楽しくやってたら。ちょ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 っと待って、はい、え、そんな格好してね、大好きなディスクアップってマイナスなの、はい、え、嘘でしょ。ちょっとですよ、ほんのちょっとなんですけど、今マイナス100枚ぐらいです。え、まずいじゃん、ね、単純に俺の分がマイナスでしょ、ね、そうですね。まあここで言っとこうぐらいでしょ、はい、えいや、もうディスクアップっていう時点で今日もう、あ、大丈夫だって。いや、安心した。で、ディスクアップは結構2人でいい感じなんで。バーサスか、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 ちょっと、はい。いや、まあまあ、でも1000枚なんでね、どうとでもなるんですけど、はい、いや、ちょっと、いや、ほんとこのまま負けたら死刑だよ。いや、ほんとっすよ。え、どうしましょう、この後ディスクアップもう一台打ったらどうですか。ちょっと間空いちゃうけど。ディスクアップで。え、だってトニーさんディスクアップなら大丈夫みたいな。ディスクアップは大丈夫ですよ。あ、ちゃんと弾ければですけど、普通で、普通でいいんですよ。何もすごい望まなくていいんですよ。普通でいいんです。あ、自分自身のこと。普通で。いやいや、あまり多くは飲まないで普通でいいって要は自分の人生で。トニーを目指せばいいってこと。まあ、平たく言えばそうですね。平たく言えば、はい。目指せ係長。いいっすか、バーサで、とりあえず。いいです、いいです。もちろん、ビッグ引いてください。だよね、はい、もう当たるまで打った方がいいよね、とりあえずは。そうですね。わ、ね、かりました。じゃあ、とりあえず今のフォーメーションで。はい。いや、帰らないよ、プラスになるまで。それだけ言っておくよ。死に物狂いで、はい、ここから叩いていただければと。お願いします。頑張ります。頑張ります。後半戦開始だよ。私は残り90ゲームなんで、ここでもう一回ビッグ引けるように頑張ります。行きます、生きて帰る東京に。
たった当たりました。おいいねいいね、ありがとうございます。レギュラー、あー、いいよいいよ、すいません、レギュラーでした。トニーっぽい、トニーっぽい、トニーっぽい、トニーっぽいよよかった、それなら。俺もトニーどこの話じゃないんだよ。それあれですよ、まだそれじゃ軍団に入れないですよ戦力外だって。おお、いいねいいねいいね、当たり。510ゲーム。 V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  で止まれ、 V でマジで止まれ、 V で、あ、当たりました。ただレギュラーじゃもうダメですよ。510ずれろ、あー、どこだ、滑ろ、あー、レギュラー。トニーっぽい、トニーっぽいよ。トニーっぽいですか。いやいや、こっからこっからいきましょう。この出玉でつなげていきましょう。頑張った方だとは分かってるんですけれども、1000枚届かず826枚で終了と。みんなの分考えたらまだもうちょっと欲しいところなんで、もう一度頑張ります。これ、すいません、先生、はい、これ挟み撃ちなんですけど。おーおー、丸です。何も演出ないですよ。いや、演出がなくても入るのがディスカップのいいところですよ。そうなんだ。演出なしこそ最高の演出。おい、ちょっと待って、あの演出論はいいんだよ本当に今そういう状況じゃないんだよ。そうですね、今もう切羽詰まってる状況ですからね。本当にあのね、あ、名言言ってる場合じゃないんですよちょっとかっこよかったのに。よし、やったー、いいね、いいね、素晴らしい、いいね、ありがとうございます、やった。俺このまま打たねえ方がいいんじゃねえかなって気もするんですけどね。あ、終わりか。あー、35しか、ごめんなさい。あ、もうダメ、そんなあっさり遅れた。チェリーって言ってましたよね。当たりました。おい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 、おっしゃー、おお、すごいな。バケ、どうされたんですか。いやいや、チラ見してるじゃん。はい、チラ見してるじゃん。何、いや、なんか言われるんじゃないかなと思います。いやいやいや、追加投資をして、いや、まあこれがトニーなんだろうなって、今後の、そう、これがトニーですこれは、これから面接受ける人ですキムラ頑張って。何も今日はまんなくてもよ。やっとだよ。おお、先生、投資2万5000円やっとビッグが。おめでとうございます。ビッグ、おめでとうございます。ついに、おめでとうございます。ありがとうございます。頼ますよ。はい、今ちなみに、え、いくら。1万です。てめえがやってんだ、俺、やるな、おいおい、やるな、お前まだこれ消化しても、これ消化しても即やめしても、お前通常じゃねえかよお前何枚見てんだよ今、500枚ちょっと。500枚、
まあプラマイゼロぐらいですね。こう行ってこいよ。いや今1000倍ぐらい沈んでます。なんとか頼ます。はい。一回ずつビッグ引けばいいってことですね。そうですね。一回ずつビッグ引けばポンポンポンとプラスになるって。行こう行こう。マジでマジで頼ます。本当に、はい、本当に。はい。はい。スイカ。スイカね。おあった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 、いきなり来ました。あー来たー、いきなり来ました。ビッグ286ゲーム。いや絶対にミスすんなよ。もちろん絶対にすんなよ。もちろん。よーしよーしよーし、大丈夫です。今嫁が人質に取られてるよ、はい、急に大事件発生。武道がキャミソール破ろうとしてるよ。武道さんですか。守って、もう守って武道さんから守ります。守って、はい、守って守ります。嫁を守れ。ノーミスです。守りきりました。ただここここよかったね。キスだけで済んだよ。キスだけで済んだよ。いやいや、キスもダメです。キスもダメ。入れて入れて。まだ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 、いけるいけるいける。こっ越えろ。よし、いったいったいった。行きました行きました。ダンスタイム行きました。よし、あとはシンディ出ろ。シンディ、あーでもシンディじゃないけど40ゲーム以上、これ92ゲームはあります。最低でも言われろ。いやー行かない。40ゲーム残り。あー行った行った行った、戻った。60、いいね。おお、そして60ゲーム終了。残り50。ハマっちゃった。ハマりに入れないのかもしれないけど、まだここまでが調子良かったんで、ずっとラスト331枚、112ゲーム消化で終わり。市長、もうあと100枚ないぐらいですけど、さすがにこれは打てないんで移動します。今ってどのぐらい浮いてるんですか。今ちょうどと550枚同士の550枚残りで。あーそうなんですね。トントン、まあ、47枚貸しなんでちょっとは、あちょ、まあ、ほんのちょっとだけプラスですよね。で僕1万4000円で、まあ、マイナ500枚ぐらいなんですよ今。で木村さんも2万5000円入れたって言ってました。1000枚ちょっとですもんね。1250枚弱ぐらい。みんなで2000枚マイナス、2000枚弱マイナス。そうですね、1800枚ぐらい。バル本当今木村さんあれですよね、2万5000円ぐらいですよね。そう多分今全部で1800枚ぐらいマイナ ス。そう、そんなに そんなマイナスです。えじゃない、受け止めて。嘘でしょ。いやお前ら粘れ、俺はギャンブルする、はい、リスク承知で、はいはい、いいのアイスだったよ。あそうなんですか。ああ確かにレギュラーボーナスもビッグもいいですね。でも全然ギャンブルじゃないんじゃないですかこれは。ギャンブル代じゃないですよこれ。ギャンブル、いやすごい渋いから。1000倍以上出るビジョンが見えないんだよね。見えないですね。実質そんなマイナスじゃないよ。1500枚ぐらいだよ。47倍がしたし。あそうですね、はい、だ1人500枚出したい。そうですね。だつまりトニーでいいんだよ。トニーでいいですね。トニーシノケンじゃなくてトニーでいいんだよ、はい、難しいことない。1人500枚だよ。トニーでいいじゃんか。なんかあれ悪口じゃないですよね。悪口じゃない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 ですよね、はいはい、あのやろうっていうそういう前向きな言葉ですよね。やっぱりか500枚ってまあ1000枚までは見込めるでしょ。2倍いきます。ちょっとかやめる場合はマイデータを終了してパチロボで QR を読み込めば OK。
パチロボ内のコミュニティで今回のデータが見られるよ。これを長押しするとマイデータ終了。フレンドで3人のニックネームを検索してみよう。さあビッグ7レギュラー4の約96分の1で出ているニューパルサー。俺このニューパル初めてだな。うん、おどう、ちょっと早かったかな。当たってる。やった当たった。よかった当たりました。やりました。しかも V ですもんね。 V なのでビッグ。イエス。2ショートでそのまま3出る。たまんない、たまんない。これこれはたまんないですよね。2ショートで3ショートで外れてルーレットでってなるところでリプレイで当たり。2ショートリプレイはもう矛盾なので、リプレイと同時成立。ナイス。163ゲーム。青747セーフ。あーお願いダンスタイムちょうだい。今だけは、今だけはください。欲しい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 、すごく欲しい。止まって、やめて。あ、あるあるある、やった。よし、なんとか取りました。20ゲーム。60ゲームさあ行け。デイ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 、よし。よしよしよし、ダンスタイム。シンディ出てこい。シンディ出てこないね、出てこないんだよね。当たってんの。当たりました。 OK。よし、俺ダメだ。え、俺ダメ、俺ダメ、俺ダメ。頼むよ。はい。先輩ずつ。頑張ります。頑張ります。え、ダメ？バケ一回引いて。バケ一回。木村さん。あ、木村さん。なんだ。五時間実践してビッグ一回引いて。おーおーおー、笑いすぎじゃねえ。すみません。なあ、はい、はい、いや、あの、俺まだスローマンが受けてねえから、はい、まだ受けてねえから。キュラさん、キュラさん、受けても落ちます。しくしょう、腹立つな。お、トニーさん、スクラッチが出ました。あ、このランプ、このランプ押した時のこのランプが赤ならボーナス期待度90パー以上で、基本は白です。でも白でもボーナスの可能性あるんで。じゃあこすりますよ。いや、やってください、やってください。キュイ。あ、白白白い。あとはチャンスかボーナスか。チャンス。いや、でもボーナスの可能性全然あるんで。わかりました。いただこう。ボーナスがいいよ。チェリー、寒い？ちょっときついですね。終わり？まだ次のゲームで同時成立してる可能性あるんで。お願い！あ、いや、入ってた入ってた。素晴らしい。やったー！素晴らしい、素晴らしい。諦めてましたよね。いや、ちょっと諦めてましたけど。ちょっと諦めてましたけど。ありがとうございます。いやいや、やりましたね。やったー、ピックがいいな。素晴らしい。だってあともうあれでしたもんね、1ゲームとか、あと2ゲーム残り。ありがてえ。やったー、いただきピック。あ、ハイパーだからいいってことだよね。はい、
いや新しねえな今日は本当に。おこんな珍しいな俺。よしよしよし、もう行っちゃおう、ラスト5ゲーム42。よしよしよし、あしかも目標の500枚にあっという間でしたね。42ラストです。80ゲーム237枚。3連続チェリー入ってないかな。当たってたどっかのチェリーの何かで当たってたのか分かんないです、すいません。けどリプレイだったから大丈夫だ。リプレイじゃないか、4枚払い出しがあるからか。でかいですよね。残り13ゲーム、ピックがいい。ああレギュラーでもいい。終わってしまいました。続いたけど628枚で450枚なんで1078枚。さあこれで3万円ジャスト使っちゃいました。勝ってんの？負けてます。え何？500枚弱ぐらいマイナスです。青山さんが結構、青山さん今プラス何枚ぐらいですか？500枚ぐらい。プラス500枚ぐらいなんで、多分トントンぐらいだと思います。俺3枚使っちゃった俺1個思い出したんだよ。はい、昨日結構勝ってんだよ。ああ勝ってますね。勝ってるじゃん、はい、だから、はい、昨日含めればそんな、はい、最後の手段に出たよ。あと500枚ぐらい出してくれば。じゃあビッグ1回ずつ行けば。ビッグ1回ずつぐらい行けば。なんで俺はちょっと、ま、待つ。あの俺今日引けない、無理、俺無理か、無理、あのちょスロマが受けても絶対落ちる絶対落ちる。いや頼む本当に、はい、2人で力を合わせてお願い。はい、お願いします。はい、お願いします。わあいいね、入った入った。2角2角ですね。こっからだともう9枚役が揃わないんですよ。なのでもうこの時点で2角、9枚役が揃ったとしても同時成立確定。よし、これはすごい気持ちいいんで、アイコス案件です。これはアイコス案件。ちょっといきます。ああいやーやめろやめろ、マジでレギュラーやめろ。おっしゃ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 、来た来た、よし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 。いやすげえよかったっすね。あーやっぱ、いやもうもう気持ちよかったっす。いいよ、いいですか、気持ちよかったよ、気持ちよかったっす。やすやすやすやー、木村さんここはミスれないんですよ。お願いしちゃっていいですか、木村さん。ここはいや、ここはやったじゃん。いや、ちょちょ木村さん、ここは先生、先生、いや、本当に本当にお願いします。本当に木村さん、いや、愛子しながらでいいから、ちょ、ほんとやって、いや早く早く、うるさいけど、もうだろ。僕はもう木村さんのやつが見たいですよ、木村さんのやつ。最後は木村に任せたよ。でも木村さんはもうやってくれるんです。うわ、すげえ。ミスしたら色しわるぐらいのつもりでやる。なんか先輩が見倒ししてるの申し訳ないんですけど、ちょっと行かせていただきます。今のところ 100% 素晴らしい出来。よし、押しなし木村魚拓の本気じゃないですか最後に最後に最後に
残念。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。しっかり落ちまでつけてくださるんだよね、先輩の腕ですよ。本当に。頼む。頼む。マジで頼む。いけいけいけ。え？これを一回消化し終えて計算してみよう。全然勝ってね。787枚です。さあ何枚あるか。417です。11枚足りない。いやーマジ、うわうわ、いかざるを得ないよね。11枚は、ねね、何とかして11枚、2人で何とかして。はい係長、うまく締めて。これ11枚だったら、もしかしたらさっきのあのビタ押し成功してれば11枚もしかしたらなったかもしれないな。いや俺全部自分が、ま、種も空いてんだこれな。熱い熱い熱い、これは熱い。な何が熱い。熱い、ボーナス入ってる可能性あります。ラジカセプラスショートは相当熱い。いけいけ、マジでトニー。はい、木村さんが出てきてる。マジでいけ、マジでいけ、マジでいけ、いけ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 、よし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 よ。ついにこれで、これで出ました、これで出ました、スポットライト、やりました、やりました、ついにやりました、ついにやりました、これで、これでやりました。よし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 、ついに日の当たる場所に出られました。お前はただの係長じゃない。いいぜ、吸っちゃって。はい、吸っちゃって、吸っちゃって今一番目じゃねえの。いいですか、いいよ、いいですか、ここはいいよ。すいません、すいません、ありがとうございます。吸っちゃってよ。すいません、ありがとうございます。今まで旅打ち何度か出させていただきましたけど、一番うまい一歩、一番うまい一歩。よかったよかった。あれ、こんなに、こんなに光が当たってる、こんなに光が当たってる。いやこれは嬉しいな、こんなに、こんなに初めてですよ。僕カメラ3台も後ろにあるの初めてですよ。いやこれはすごいな、眩しい、眩しいな。こうして須賀川の旅は係長初の3カメ体制で幕を閉じた。はい、投資が14,000円、持ちコインが712枚になりました。どこ見ていいかわからない。どこ見ていいかわからない。どこ見ていいかわからない。いやもう眩しくて、今日は最高の旅でした。はい、ありがとうございます。素晴らしかった、すごかった。なんですけど一旦ちょっと混ぜましょうか。はい、俺が3万円投資回収ゼロとなりまして、ちゃんと計算しよう。47枚貸しなんですよね。はい、マイナス1410枚です。はい、私1万1000円投資なんで517枚投資で回収が768枚なんで、わずかですけど251枚プラスで終わりました。はい、ちょっと待ってもらっていいですか。え、ちょっと待ってもらっていいですか。アイコスばっかステッカーそうなんだバカ野郎。ちょっと待ってもらっていいですか。僕が投資が14,000円、はい、獲得枚数が712枚です。54枚プラス、はい、はい、54枚ということで、まあ1100枚強のマイナスなんですが、はい、よく思い出してください。はい、昨日私手に当てました。当てた、当ててました、当ててた、はい、
出しましたよね、ディスクアップで出しました、ディスクアップで出しました、ね、はい、もうそれを入れると昨日1300万以上売って1400万円弱売ってたということで、トータルするとプラスなんですね、昨日と今日で、はい、だからそれをプラスしていいかって、アルマさんあそこにジャッジする人がいるんで、怖い顔してますよ、きれあんな不機嫌そうな顔見たことないんだけど、足してもいいですかってちょっと確認取ってください、足してもいいですか、さあ OK さんに出ましたので、ありがとうございます、無事勝利と、はい、いやね、計算して11枚のマイナスっていう時はすごかった、いやもうそうですね、いやだから俺もう変わったじゃん、はい、であのビデオ一回失敗したんで、はい、あれかって思って、もう本当消毒液塗ったんですよ、アルコール消毒したんですよ、もう行こうと思って、切らないで、切らないで、その刹那っすよ、なんかチューリーでこれ熱いぞって始まって、うん、あれどういう状況なんですか、あれは基本ラジカセ演出とその消灯っていう演出が普段は別個なんですけど、重なった時が結構強いんですよ、でそれが重なってチェリーが出たんで、これはチェリーとの同時成立あるぞっていうところだったんですよ、で実際にあったっていう、その社内の事情にもそのぐらい詳しければもうちょっと出世したんじゃない、いやいやいや、すごいな、いや詳しい、いやいやいや、あれけなしてます、してないですよね、してないですよね、けなしてません、そうですよね、けなしてません、いやいやいや、でも本当にトニー様々ですよ今回、様々です、ありがとうございます、いやもうやっぱ来た方がいいんだね、いや、うん、今日初めて、生まれて初めてですよ、こう実践してる時にカメラが3台ついて、もうどこ見ていいかわからないって、もう眩しすぎて、もうなんかすごい緊張しちゃって、もう眩しいって、あ、ここか日の当たる場所だと思いましたわ最後、福島にやりましたね、あったね、いやよかったですよ、もうトニーさんの活動、いや本当に、まあ綾野さんもよかったけど、綾野さんのもうこうね、あ、よいしょ、ここは勝てやっていうのがあって、やっぱいや二人すごい、いやいいコンビだ、兄弟なんで、いやもう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 、はい、会うことあるかな二人にね、え、また二人で呼んでくださいよ、いそうですね、ぜひ、あ、バラさないで、はい、この二人でどうですか、はい、トニー兄弟っていう名前、そうですね、ライト兄弟的な感じで、二人なら木村さんとなんか戦えそうな気持ちになりますもんね、はい、あれでもお兄さんでしょ、そう、青山兄弟です、あ、でもいいんです、トニーで、トニー兄弟ですか、うん、やっぱり注目を浴びてほしいし、いいですよ、いいですよ、いいですよ、青山兄弟でいいですよ、終わっていいですか、無事プラスありがとうございました、ありがとうございました、また今度二人でということで、はい、急いで東京帰りましょう、はい、ありがとうございました、さよなら。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜最新、ウイチとヒカルの面白いテレビ。毎週水曜配信、嵐と松本。毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信、 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください、サイトセブン TV。